この項目では2013年シーズンの J リーグディビジョン2についてもべる。2013年シーズンの J2 のクラブ数は前年同様の22。J リーグディビジョン116位ビッセル神戸が2006年シーズン以来7シーズンぶりの降格。17位ガンバ大阪が初の J2 降格。18位コンサドーレ札幌は2011年シーズン以来1シーズンぶりの J2 降格。 一方、JFL 所属の順加名クラブからビファーレン長崎が昇格し、代わって FC 町田ゼルビアが JFL に降格している。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。前年と大きな変更はない。3月3日開幕、11月24日閉幕の全42節462試合で行われた。 前年同様毎週日曜日の開催を基本とし、国際大会等に伴う中断期間は設けられない。なお、6月の試合は J1 が中断中ということもあり、毎週土曜日に開催された。G 大阪と神戸の関西からの降格組が、終始昇格争いをリードする展開となった。神戸は開幕3連勝、開幕50試合で8勝1分け1敗と、 スタートダッシュに成功。第2節から第15節まで首位をキープし、序盤戦の上位争いを引っ張った。G 大阪は序盤こそ10試合で5勝5分けと、若干もたついたものの、第14節から6連勝を記録するなど徐々に調子を上げ、第15節でシーズン初の首位に浮上。以降は両チームとも大きく取りこぼすことなく勝ち点を積み重ね、 一度も3位以下に落ちることなく、早々に自動昇格権を固めた。G 大阪は、第35節で首位の座を神戸に明け渡したものの、39節の勝利で奪還、同時に3試合を残して1年での J1 復帰が決定。神戸も続く第40節で、敗れたものの3位京都の敗戦により昇格を決めた。最後の1枠をかけた、 プレーオフ圏争いは多くのチームが終盤まで可能性を残す混戦となったが J1 経験組の山形や東京 V、序盤の校長を維持できなかった栃木や岡山などがまず脱落。残りのチームが団子状態で争う中、第32節から38節まで7連勝を記録した京都が一歩抜け出し、第41節に1試合を残して3位の座を確保した。 残る4位から6位までの3つの座に対し、序盤から常に上位を争ってきた長崎と千葉、後半に入り猛追してきた徳島、札幌、松本の、敬語チームが可能性を残す状況で最終節を迎えた。最終節、4位長崎と6位徳島の直接対決は徳島が制し、勝てば、プレーオフ権が決まる7位の札幌は、北九州に痛恨の引き分け、 8位松本は愛媛に勝利したものの5位の千葉が鳥取に2点を先行されながらロスタイムに追いつく劇的な展開で起士回生の勝ち点1を確保この結果プレーオフ県は3位京都4位徳島5位千葉6位長崎で確定 J3 入1年目の長崎は第13節で一時は2位にまで浮上するなど 新規参入チームの成績記録を大幅に更新し、いきなりのプレーオフ進出を果たした。一方の回争いでは、前年からの経営難に苦しむ岐阜が開幕から大苦戦し、第1節から第18節まで最下位に低迷。これに加え、第19節に最下位に転落した群馬や富山、北九州、熊本などが残留争いに巻き込まれることになったが、 第29節に監督を交代した鳥取が、以降最終節まで、未勝利と完全に裏目に出る形となり、第34節で再開に転落。そのまま抜け出せすことができず、第41節で再開が確定した。その後 JFL で2位となったさぬきが、J にライセンスを認められたことにより、入れ替え戦への出場が決まった。またこのシーズンは戦術した、岐阜のほか。 福岡に資金章と寸前まで陥る経営危機が発覚。栃木も債務超過解消のため運営方針見直しを表明するなど、クラブライセンス制度の本格運用開始を控え、緊縮財政を取るチームが目立った。最終更新は2013年11月24日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。 1J1 ライセンスを保有するクラブのみ、J1 自動昇格、プレイオフ参加か。22014年度から、J2 の株リーグとして、J3 リーグが設立され、J2 からの自動降格チーム及び、入れ替え戦に敗北したチームは JFL に降格ではなく、J3 に降格することになる。J1 昇格プレイオフは12月1日、12月8日に行われ、 J2JFL 入れ替え戦も同日に行われた。事前にファンの投票により各クラブの最高得票者1名が j 2エキサイティング2 2としてノミネートされる。その22名の中から当日の J リーグアウォーズ観覧車の投票によって最も多くの票を集めた選手が j 2モーストエキサイティングプレイヤーに選ばれる。優勝クラブから選ばれたのは2年ぶり。 ガンバ大阪所属選手の受賞は初めて、MF の受賞は初めて、ありがとうございます。